アニメに影響されすぎちゃってですね、逆にアニメ以外から影響されてることの方が少ないんじゃないかなっていう。例えば小学校のこのテストの中に出てくるこの問題とかにアニメのキャラクターとか、ね、そういうのが入ってるだけですごいテンション上がったりして、なんかこのアニメ発信で歴史を覚えたりだとか、自分の人生全てがですね、実はこの元をたどったらそれはアニメだったり漫画だったりそういうものだったんじゃないかなっていうことの方が多いですね。子供の時にもう繰り返し50回以上見て、セリフから効果音から全てを覚えちゃったっていう作品があって、それが天空の城ラピュタなんですよね。まあ、男の子ですから子供ながらにある冒険心みたいなのがね、いつかああいう世界に行ってみたいななんて思っておりましたんでね、まあ、その思いで声優になったっていういきさつがあったので、まあ、でも今本当にありがたいことにこの世界中で日本のアニメーションって楽しんでいただいてますのでね、なんかもうどんどん発展してアニメーションというのをまだ知らない地域の方にもこの日本のアニメが楽しんでいただけるような、そんな風に思っておりますね。もう本当どんどんワールドワイドになっていただけたらいいなと思いますし、アニメ文化とそしてこのなんか一緒に日本のその声優の文化もですね、皆さんに見ていただけたら感じていただけたら嬉しいなというふうに思っております。